どうも、新宿アボイ金京です。伊藤です。新宿アボイの中年の主張でございます、ね、さあ、はい、映画をね、うん、首を見るっつってさ、ああ、はいはい、首を見てきたわけよ、はい、でさ、首を見たぞっていう感想をね、うん、いう YouTube とかもあったのよ、うんうん、それをさ、見てみたらさ、いろいろあれがああだこうだ、ああだこうだっていっぱい語ってんだよ、うんうんうん、俺全然覚えてなくてさ、何も、あーシーンとか、あ、そんなシーンあったかなみたいなこともうあれ語れる人ってさ、いやすごいなって思うんだけど、いや、すごいと思う。そうやってもう逐一このシーンはっていうのを頭に記憶、こうあれしてんのかね。確かにそれ思うよ、ね、この覚えとかなきゃ、語るから覚えとかなきゃって思ってるのかな、言って、メモってんのかな。お、何にも覚えてないの、終わったら、あ、終わったぐらい。確かにです。まあ最後シーンがあったんだけどさ、あのシーンはこれこれこういうことでこうですみたいなことをさ、言ってるわけよ。あ、そういう解釈なんだと思ってさ、俺別に何にも思わず見てるわけ。映画通の人ってさ、すごいなと思ってさ。まあでも、お笑いでもさ、あそこのネタのどうのこうのって言う人いるじゃん。いや、よく覚えてんなと思うもん、ね、なんかそんなメモる以外、なんかさ、記憶だけで怖いなと、なんか俺怖いなと思って、自分が、え、なんで、何も覚えてないから、長いなとかさまだ続くなとかさ自分の気持ちの感想も、そう、感想はあるけど、まあ、感想あるけど、いや怖いなとかさ、あそこちょっとエグかったなはあるけど、内容がここでこうでこうでこうでっていうのはさ、全然語れないんだよな。ああ、そういえばあったな、あんなとことか。確かにね、映画評論家とかね、まあ評論家の人って全部に関してそうなのかね。どうなんだろうね。1回だったら俺絶対覚えられないな。何回か見てんのかな。そんな毎回毎回何回見るわけじゃないだろうから。確かにすごいなと思って。いや、メモってるでしょ。メモってんのかい。 M1 のコーヒーなんかそうやってやる人だって全組記憶では無理でしょ。メモれないでしょ、だって暗いんだから。えスマホもだって出せないでしょ、ああいうとこで。覚えてんだよ多分。覚えてんのかな。真剣に見てんじゃない。新宿青森のあそこの文化とかやこうや。ああ、いや、違う、漫才じゃなくて、まあ、漫才じゃなくて、映画、映画。いや、まだね、ネタだったら5分とか10分じゃん。ああ、まあね、長いからね。映画なんて2時間、長ければ2時間半とかあるわけよ。最後の方、時計見せたのかなあ、そろそろ終わるかなとかさまあでも確かに終わり時間は書いてあるからさあ、じゃあそろそろ終わるかとかさそんなでも確かにこれなんでこうなってんだろうって見てて、だから最初の前振りかなんか忘れちゃってて、なんでこうなってんだろうと思って、うんって考えて、ああ、なんかそうか、うんとかなんかあるよね。確かに物語はね。そう、別にそれ首だけじゃないよ、俺が言ってる、他の映画見るときもそうなんだけど。確かにね。まあ舞台とか見に行ってもね、なんだかよくわかんないときはもう時計見るだろ、そろそろ、そろそろだな。なんかね、王子掛けの演出が出てきたら、おっ、こんだけ王子掛けの演出出てきたら、もうこれはもうラストスパートだろうと思ってうわーなってるから、これはもうそろそろ終わりだなと思ったら、そこからまた場面転換してまた普通に始まるから、あれ、面白いよ、これ確かに、まあ舞台にいろいろありますよね、そういう。よくその意味を考えれるなって思っちゃうよね、うん、ここはこういう意味だからこういう表現だ、すごいなとかさ、なんかみんなすごいなと思って。だからいろいろあるんだから、その監督さんなりね、演出の方の意図を、意図をね、組んでとかさ。それこそこの間松本中居を見てて、たけしさんが出ててね、あの伊丹監督がなんかちょっと振り返るシーンだけで、その瞬間だけで3日間編集でね、3日間、どの絵を使うとか、なんか撮ってる時の話かな。でも何かがあるわけでしょ、こだわりが。だからそこを読み取るっていう楽しさもあるでしょ、なんかね、このシーン、
この一瞬のシーンでこう3日間かけてる、この意味があるんだよこの振り向きにとかさ。なるほどね、はあ、難しいよね。でもその読みが間違ってる場合もあるしね、もしかしたらなんかの、いやそんないっぱいあると思うけど、監督さんからしたらさ、いろんなそうね評論してて、いやいや全部的外れだよって思う人もいるだろうしね。でも覚えてるっていうのがすごい、すごいよね。いやそれこそさ、例えばじゃあ先輩の舞台とか見に行ってさ、うん、最後挨拶行ってさ、そうどうだったなって言われてどうだったなって どうだったって言われたらもう終わりじゃん、こっちもうどうだったはもうね難しいそれもまさにありましたよ、私ね志村校見に行って隊長さんが出てさ、はい、お世話したすごい面白かったですって言ったら、自分さんがヒュッて出てきて、うん、どこ面白かったっていや、もうひねりでしたもん、ひねりあそこだ、あそこだ、あの、そうかってなったけど、最高でしたってね、まずいとね。だからある舞台を、あ、いや、基本的にだって面白いじゃん、うん、そうそうそう、基本的には面白いわけだからね。だからこ具体的にここが面白かったっていうよりも、全部が面白いから、そう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 、なんかあんま言うことがないってことは、本当に面白かったです、ね、なんだけど、うん、やっぱやる方からしたら具体的に言ってほしいんだろうね、うん、まあでも私ある舞台を見に行って、うん、もうこ本当に訳が分からなくて、うん、でまあねその出てた方、はいはいはい、まあ挨拶行って、もうこれはちょっと、はい、なんかいや良かったですって言っても、うん、ああどこどこが良かったですとか、うん、もう具体的にもう言えないぐらい、うん、もう訳分かんなすぎるから、うん、もう正直にすいませんと、僕ちょっと僕がちょっと頭悪いんで、うん、ちょっと正直あんまりちょっとよく分からなかったですってもう言ったの、もう嘘ついて、いや最高でしたねって言っても、どこが最高かもう言えないから、もう正直に言ったら、うん、分かるよその気持ちってそう言ってくれたからね、ほっとしたけど、なんて言おうかなと思って、もう正直に言った、まあそれはよく分からなかったですって言いすぎると、いやもうあの、うん、僕がもうちょっと理解力が長すぎてちょっともう、なるほどね、はい、つって、いやいや分かるよ気持ちは、とか言われたから、まあほっとしましたけど、まあね、難しいね感想を聞かれる。感想難しいよな、苦手なんだろうな感想を言うのは。いや上手い人いるじゃん感想を言うのが。そう。でなんかね変な持ち上げしてるって思われてもいいの。俺も感想、そうそうそう、私もそれ好きじゃなくてね。そういう人いるじゃん。いや最高でしたね。明日から部分が。最高でしたねって、いやそれはもしかしたら言われた方気分いいかも分かんないけど、なんかそれがもう自分の中で嘘だと思った瞬間からなんかもう気持ち悪くてしょうがないから、あんまり私もねこうなんだよっとみたいな太鼓持ち的なのが苦手っちゃ苦手なんですよね。そう、確かに。そうなるとさ、もう挨拶行く時にさ、これを言おうって思う感じで見るからさ、なんかもう楽しめなくなるじゃん。そうそうそう、いやだって楽しかったら楽しいんだもん。楽しいね、純粋に。そうなんだよね、別に何がどうこうじゃなくて楽しかったっていう感想があるけど、そこを具体的にって言われるとまた難しくなっちゃう楽しくなくなる可能性がある、それを言わないとと思ったら、そうそうそう、そのまあ突っ込まれたら嫌だなとかさ、そう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 、変な邪念みたいなの入ってきてさ、うん、でもそういうもんなんかね、全部舞台やる人、まあ、見に行かしてもらってる人って、行ったらお金払ってないで見に行かしてもらってるわけじゃん。まあね、招待なりとかね、招待なりしてもらってさ、それは礼儀なのかもしれないね、もしかしたら。それは具体的に言うっていうのはね、だそのまあ言ったかもわかんないけど、その細川たかしさんとナチョさんが最有機になって、それで名古屋だったから、うん、泊まり行ったから打ち上げでみんなで結構行ってさ、でずっと上島さんがどうだったって言って、で細川たかしさんがすごいと、歌謡賞の方がね、はいはい、お芝居終わって歌謡賞見といた方がいいよって言われて、それ見て後から参加したから、だどうだったって言われて、いや細川さん最高でしたよ、すごいっすね迫力っすよつって、でまたしばらくしても言われて、いや細川さん最高でした、3回ぐらい聞かれて、3回目細川さんって言った瞬間に、違うんだよ俺の感想聞いてんだよって言われてさっきから細川隆史、細川隆史、いやいやいや見た方がいいよって言われて、わざわざ見て合流したから、てっきりそっちのことを聞いてるのかなと思っちゃってみたい。だから言ってほしい方もやっぱりいるよね、うん、基本的には言ってほしいだろうね、でもそれはそうそう、でもそれはそれが面白かったですよっていう、
まあまあまあね、でも大概あのどうだったって聞いてくるパターンって、まあ、褒めてほしいとか、そうそう、ね、ある程度自分に手応えあった時、ね、だってもう手応えなかった時って聞いてもないわ、そう言われたくないじゃん、どうだった、めちゃくちゃ滑ってた時、ね、そう、どうだったって言われて、いや滑ってましたねって言われたくないから、やっぱりどうだったって聞くってことは自分の中でちょっと手応えあるから、ね、これで手応えあったのに、いやなんかあそこいまいちでしたよねって言われたら、もう逆に気悪くなるじゃん、なるほどね、難しい感想って難しいね。ちょっとね、そういうのをちょっと疑問に思ったんですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。